OL です。今日はついに自分用のバイクを探しに来ました。ということでね、今恵比寿なんですけど、恵比寿のバイク屋さん、バイク販売店にちょっと伺ってみようと思います。ではレッツゴー。ゴーゴー。難しいですね。都内って本当にもうバイク屋さんっていうか大型の店舗なんて本当にないんだなって思った。また別のところに行きたいと思います。ん、雨が降ってきた。傘持ってきてないよ、やばい。もうバイクを探しに出たらこれですよ。あそこに、あそこ一番なんかね、今日回ってきた中で一番大きいそうなところやで、ちょっと期待。あ、もうこれ以上の捜索は無理だね。あー、めっちゃ濡れたな、しかし。はい、ということで今日はバイクを探しに行ったんですけど、全然見つからなかった上に雨に降られて、うんっていう感じのただのお散歩動画になってしまったんですけれども、いやこれ本当にね、どうしようかな、あげるか迷うけど多分あげます。本当にないんだわ都内。そう、都内に全くバイク屋さんがなくてビビった。みんなどこで買ってんだろうみたいな。多分ね、他県に行って買う人もいるんだろうね。ってことはもう東京都は諦めた方がいいのかな、とかとか、いろいろ都内の近郊に住んでいる方でおすすめのバイクショップを知っている方がいればぜひコメントください、まあね、私自分自身でバイクを買ったことがないので全然知らないんですよ。本当に調べ方とか、うん、もう全然わかんないので、ぜひこんなおバカに力を貸していただけるとありがたいです。お願いします。今日はバイクを探しに行ったら散々の目にあったという動画でした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。